はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はこの任天堂64のですね、キューブ型 3D のイラストを描きながらプロクリエイトの機能の紹介をしていきたいと思います。で、これすごい簡単に描けて、もうレイヤーとか1個しか使ってないような状態なんですけど、まあ今日はこのプロクリエイトの立体が簡単に描けるようなグリッド機能っていうのがあるので、それを紹介しながらやっていきます。ぜひですね、皆さんも任天堂この64のイラストがなんかちょっと検索してもらって、それを見ながら一緒にやってもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日もですね、プロクリエイト立ち上げてやっていきましょう。右上のプラスボタンでスクリーンサイズから始めていってください。まあ、今回のキャンバスのサイズは正直何でもいいので、皆さんの好きなサイズにしてください。で、一番最初グリッドの設定をしていくんですけど、グリッド作るときは左上のギアマークのところから、この中に上にキャンバスっていうタブがあるので、これを押すと、描画ガイドっていうのがあります。で、これをオンにしてください。で、そうするとこんな感じで、ちょっと薄く線というかグリッドが入っているのがわかると思います。で、さらにですね、その下の編集描画ガイドっていうのを押すと、このガイドをですね、細かく設定する項目があるんですけど、その中の下のところ、アイソメトリックってやつをですね、オンにしてください。で、そうするとこういう斜めの斜線のグリッドが入ってくるんですけど、この下のところでですね、グリッドのサイズ、細かさを調整することができるので、今回はですね、74、75ぐらいのグリッドサイズにします。で、不透明度とか色とかはですね、この辺で調整できるので、まあ、ここは好きなように調整してください。で、できたら完了ボタンです。で、いきなり書くんじゃなくって、まずは下書きをしていくので、レイヤー1を選択している状態で、鉛筆のブラシを取ってください。で、色は紫とか、あとはピンクとか、結構蛍光色みたいなのを選んで描くと結構見やすくなるというか分かりやすいので、そういう色を取ります。で、ここからですね、絵を描いていくんですけど、まずこの中心のところから下に向かって8マスカウントしてください。で、8マスカウントして、その8マス分の直線を引いてください。こんな感じで。で、真ん中の線の後に、次、右斜め上に向かって、次は7マスですね。7つカウントして、その分の直線を引いていってください。真ん中の直線は8。で、右斜め上は7です。で、同じように左斜め上も7マスカウントして直線を引きます。で、この3つの直線をですね、つなぐように線を付け加えていくと、綺麗な立方体を描くことができます。で、次、右斜め上に向かって2マス、3マス、2マス。で、左斜め上に向かって2、3、2となるように、こんな感じで区切っていきます。これが今2マス分ですね。で、3マス開けて、次ここにも直線を引きます。で、上のところも書いていってください。今書いた直線のところの頂点のところから反対側の方に向かって、こう対角線を書くようにですね、直線を伸ばしていきます。で、次、任天堂の N のところを作っていくので、この右の側面のところと左の側面のところに N のアルファベットが出来上がるように書いてみてください。で、ここまでできたら結構ベースのところ完成してきたので、消しゴムツールを取っていらない線をここから消していきます。この真ん中のところとかいらないですね。で、あとこの N のところとかもね、いらないですね。こういう余計な線があるとちょっと後で分かりにくくなってくるので、この段階でもう綺麗に全部消しちゃいます。で、ここからこのキューブの中のところのですね、ゴツゴツをちょっと描いていきたいと思うので、分かりやすいようにちょっとここから色を変えます。エメラルドグリーンぐらいの色をとってですね、この中の線を描いていきます。ここはね、もうお手本を見ながらやっていただければいいと思うんですけど、例えばここだと斜めの線ですね。で、この頂点から左端のところにつながってる
みたいな感じでですね、どこの点とどこの点がつながってるのかをちょっと頭の中で想像しながら書いていくと、うまくいきます。ちょっとここ難しいですけど、頑張ってください。で、できたら同じように消しゴムで、見えてないところの線は全部消しちゃいます。例えばこういうところだと手前のブロックが来てて見えてないはずなので、このエメラルドグリーンの線はですね、消していっちゃいます。ここも同じですね。全部消していきます。で、ここまでできたらようやく下書きが完成で、こっから色を塗っていきます。で、色塗るやり方なんですけど、まずですね、この下書きレイヤーの N のところを選択して、不透明度っていうところがあるので、これでですね、ちょっと薄めてください。少しだけ見えるぐらいにします。で、この後新しいレイヤーをですね、プラスで1個上に追加して、ここに塗っていくんですけど、使うブラシはですね、モノラインっていうブラシを使います。カリグラフィーっていうボックスの中に入ってるので、これを見つけてください。で、そしたらまずネイビーの面を描いていくんですけど、レイヤー2のところがですね、ちゃんと選択されていることを確認して、ここに線を描いていきます。さっきの下書きの線をなぞるようにですね、こんな感じで。で、直線を描きたいときは、左の指でタッチしながら、画面をタッチしながらギュッてホールドしてると、こんな感じのすごい綺麗なラインが描けるので、この機能を使ってタッチしながら描いていきます。こう線を引いた後にギュッて長押ししてホールドして、で左の指でもタッチして描いていく感じですね。で、線が描けたら塗りつぶしていきます。塗りつぶすときは右上のカラーボタンのところからですね、ポイッと色を放り投げるとこんな感じで塗りつぶすことができます。で、もしちょっと隙間とかが空いてうまく塗りつぶしができないっていう人は、こんな感じで左右にスライドしてみてください。そうすると綺麗に塗りつぶすことができます。で、この要領で次は左の緑のところの面ですね、を塗っていきます。さっきと同じモノラインで直線を描きながら塗っていきます。で、この青と緑色のところが隣接している線っていうのはもう描かなくても大丈夫です。緑色のこの空白のところ、今書かれてないところだけを書いていってください。で、緑が塗れたので次、上の黄色い部分を塗っていきます。はい、じゃあ次中の緑色を塗っていきます。さっきと同じ緑色を使いたいので、その時はこの下のところにですね、履歴っていう項目があって、今まで使ってきた色がですね、一覧で見れるので、そこでさっきの緑色を取って書くとかなり早いです。で、もしスポイトツールが好きだっていう人はスポイトでやってもらっても大丈夫です。で、最後赤ですね。赤取って、もうここは放り投げるだけで大丈夫です。で、右下のちょっとね、チラ見せされてるところも書いていきます。はい、で、こんな感じでキューブのところ完成になります。もうめちゃくちゃ早いし簡単でしょ？形取るのは最初難しいんですけど、色塗るのとかね、超簡単だし、めちゃくちゃ塗ってて気持ちいいんで、ぜひやってほしいなって思うんですけど、ここからちょっと最後ブラッシュアップしていきます。まずこの描画ガイド、今表示されてるのをオンをオフにして、この線をね、もう消しちゃいます。で、ここのところズームしてみると、この黄色のところとかね、はみ出しちゃってるところがあるので、それは他の色を取って、こう消しゴムでなぞるようにですね、塗りつぶしていきます。
他のところもですね、うまく塗れてないところとかがあるので、ここは最後きれいにしていってあげてください。で、色ですね、ちょっと今本物の色に比べて上の黄色のところとかが黄色すぎたりするので、もうちょっと多分オレンジ色だと思うので、まあ、色を変えたいときはこうやってカラピッカのところから色取ってかぶせるように塗ってみてください。で、そうするとこの黄色のところだけが違う色に変更してくれるので、この4つの面ね、全部放り投げるとすぐに色を変えることができます。で、まあ、こんな感じで青のところも緑も赤もちょっと色が違うなと思ったら、後からね、こうやってバケツで放り投げればいくらでも色を変更することができるので、最終的な色の調整は最後すればいいと思います。で、画角をちょっと綺麗にしていきましょう。左上のギアマークのところからクロップしてサイズ変更っていうのがあるので、これを押すと後からこんな感じでトリミングというかキャンバスのサイズも位置も後から自由に変えることができます。で、こんな感じでちょうどこの任天堂64のキューブが真ん中に来るようにして完了を押します。で、最後ちょっと余力がある人は背景とかつけてあげると綺麗になるので、プラスボタンで新しいレイヤーを作って、この任天堂64の下にレイヤーが1個来るようにしてください。で、グレー色を取って、グレー色ですね、この辺取って、この状態でバケツで放り投げます。で、そうするとこんな感じでグレーで全部塗りつぶしされるんですけど、この状態で矢印マークを選択してちょっとサイズを、3分の1ぐらいにします。左、一番左側のフリーフォームっていうところを選択された状態で3分の1ぐらいですね、ちょっと縮小してください。で、 OK です。で、これをちょっとぼかしをかけることで綺麗なグラデーションになっていくので、ぼかしかけるときは調整パネルのところからぼかしガウスっていうのがあるので、これを押します。で、アップルペンシルを左から右にこうタッチしながらスライドすると、今わかりますかね、だんだんぼけていくんですよ、こんな感じで。なので、これでちょうど綺麗なところを探ってみてください。だいたい 50%、60% ぐらいがいいかなと思うので、これで手を離すと綺麗なグラデーションの完成です。はい、で、ここまでで全部の工程が終了になります。皆さんいかがでしょうか、描けましたでしょうか。すごい難しそうな形なんですけど、こういう機能だったりとかツールを知ってると誰でも簡単に描けたりするので、ぜひ皆さんもですね、プロクリエイトのツールとか他のアプリのツールとかもですね、しっかり研究して、まあ、これを使ったらどういうものを描けるのかなっていうのをですね、いろいろ考えてもらえると嬉しいなって思います。はい、ということで今日は以上になります。もしこの動画が面白かったらいいねボタンと、ぜひプロクリエイトでこんなの描いてみたいなのがあったらコメント欄にいただけると嬉しいです。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。